完全旅客道場道場道場ズボンです。なぎさんです。日本一スタッツを取る素人俊太郎でございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はどこのチームやるか僕全然聞いてないんですけど。そうですね、僕言ってなかったんでね、まさかねぴったりバッチしね、まさかねこのチームやるとは多分ズボンさんも思ってらっしゃるね。エクストリームデッド分析琉球ゴールデンキングス編、イエーイ。参拝って何さあ始まりましたけれども、はい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 、はい、現在 B リーグ堂々の第1位、そして、うん、多分リーグ史上今最高勝率ですね、うん、90% を上げている琉球ゴールデンキングスについて分析していきたいと思います。イエーイ、お願いしますいやー、ついにこの日がやってまいりました。来ました ね最強チームを語る会、最強チームをそう語る会でございます。はい、はい、ではですね、まずね、何はなくともこの完成力プタドローの分析では選手からまず注目していきたいと思うんですけど、まず注目の選手からお伺いしてよろしいですか。渚さん、お願いします。はい、いつも私が言う選手はあの方だと思ってる方が多いと思うんですけども、はい、何フリッピンか全然わかんないですけども、はい、今日は、はい、同世代もう8期目の並里成人選手で、今シーズンは、まあ、フリッピン選手も推し推しの、はい、注目選手ですけども、はい、やっぱキングスの歴史を築いてきたのは並里選手だなっていうところを最近よく、うん、去年のね、あのチャンピオンシップの時もすごい思いましたし、はい、今シーズンの活躍を見てもそう思うので、はい、並里選手に、ね、選手に注目していきたいと思います。なるほど、はい、まあそうですよね、言わずもがなというところで、うん、フィジカルも強いですし、うん、はい、もうやはり魅力としては得点力というよりもやっぱり僕はハンドリングだったりアシストの部分というところがね、うん、やっぱり強いのかなと思いますね。アシストも先月2月に、はい、あの3連戦で2500アシスト通算達成しておりました。2500アシストって、はい、もうこれは、ね、10アシストして250試合かかるからねすごいとんでもないよね、うん、素晴らしい記録ですよね、そしておしゃれっても最高ですねそうですね、おしゃれ、オシャンパス、はい、変幻自在のファンタジスタ。今アシスト今ちょっと今季は4本弱ぐらいですかね、平均してるんですけど、キャリアでは 4.7 アシスト平均ということで、これはもうちょっとね、うん、とんでもない数字だなというところはあるんですけど、うん、あとはまあ、今季本数自体は少ないんですけど、スリーポイントの決定率が多分キャリアハイ出てますね、はい、39% あります。まあ、1試合2本打つか打たないかなんで、まあ、1本決めるか決めないかぐらいではあるんですけれども、うんうん、成里選手どうしても外って開けられがちなところがどうしてもあると思うんですね。そこで浅くついてきてアンダーとかで絶対ディフェンスついてくるんですよ、うんうん、でアンダーでちょっとね、はい、アンダーってしたところを打ち抜いていくっていうシーンがですね見られるのでね、うん、今季はちょっとスリーポイントにも多分これからもっと本数打ってくると思うんで、うん、ちょっとそこも注目していきたいかなと思いますよね。はい、はい、なったってね、アシストのね、これすごいんですけどね、アシストのパーセンテージが 27.5% あるんですよ。はい、なのでオンコートの時はもうね、アシストって言われたらもうこの選手からほぼ出るよっていうようなところがあってですねこのねアシストの割合とか本数とかっていうところを見るともうあのパスについていけるんだみんなって思っちゃいますね確かに、ね、まずそこでしょっていうところがあります。チームメイトもすごい、そう、ついていけるんだっていう、はい、ところがそこからまた通されてスッて取れるみたいな感じですもんね、はい、今のビハインドバックフェイクじゃないのみたいなのもねありましたね、確かにとんでもないプレーがありましたけれども、はい、うん、そこについていけてるメンバーっていうのもすごいなというふうに思います、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにズボンさんは何小寺さんに注目されてらっしゃいますかね。小寺さんですね。あ、そうですね、よかったです、よかったです。最近ちょっとハマってるんですけどね、うん、あ、そうですね、最近結構ねもうバリハマってる、ま、そうですね、にわかですもんね、にわかですけどね一応これ2万5000するユニフォーム買っちゃいましたからね王戦買ってる、オーセンティック買ってる、ついてますからね、ガチ勢まあ特に言うことないですね、皆さん 見るのがもうね、こっち
言葉で説明できないんで、小寺さんに関しては数字とかでも説明できないんで、見ていただきたいなと思ってます。はい、なんたってパスですよね、やっぱりね。茨城の頃とかは本当にとんでもない数のパス平均して ね、18、19の時とか 7.5 アシストとかしてますからね、平均で。そうこれ B2 のアシストですよ。アシストですもんね、はい。で、ミニッツ自体はですね、10分から12、3分とちょっと少ないんですけど、その中でもしっかり 1.7 アシストを決めてくるっていうところがやっぱりね、素晴らしいなと思いますよね。ショットも1本打ってないですからね基本なんか多分契約上打っちゃいけないんじゃないのかな、そういうなんかそういう縛りがあるんじゃないかな、うんうん、多分そういう縛りゲームやってるんだと思う、あの迷いながらのダンクとかありましたね今シーズン迷って迷ってダンクみたいなそういうシーンもあります。そういうなんかスッと行けやって思うけどそこですよっていうそこですよ、行けるなら迷わなくてもっていう話でそういうシーンもありました。そういうぐらいね、ちょっとね、あのお茶目なというか、ね、キャラクター、マスコットキャラクター、ね、愛おしいですね、愛おしいキャラクターの方だと思います。でもやっぱり冗談抜きでハイポストとかね、はい、そのスリーポイントのトップの辺に持ったところから、はい、何をやってくれるんだろうっていうね、やっぱ期待はみんなね、あの琉球のフォアは持ってると思うので、そういった意味でもこう会場を沸かせてくれるっていうのもありますし、ディフェンスの部分とかね、やっぱリバウンドの部分、その辺もやっぱりこう数字にはもちろん現れないですけれども、あ、数字には現れるか、リバウンドはね、現れない部分も本当にすごくハッスルしやってくれてる大ベテランですね、チームで一番のねベテランなんでね、はい、楽しみにしたいなと思ってます今のシーズンね。あのドスコイスクリーンのスクリーンアーティスト出たらいいのにね。ねえ。あのドスコイスクリーン。ドスコイスクリーン。あの準決勝の時もさんざっぱら話しましたけど。そうだね。あの、ムービングしませんっていう、ね、しませんけどっていうこの立ち姿ですよね。もう男らしい。動きませんって。はい。素晴らしいですね。選手だと思います、はい、慎太郎さんお願いします。ちょっと僕のお話だけ少しお話しさせていただいて、はい、ですか、はい、まずですね、1人目、お一人は小野寺翔太選手です。はい、今季やっぱりあの今季というかですね、以前からもう何だったら、秋田の時からディフェンダー、そしてのね、僕なんかはイメージが強かったんですけどね、そのディフェンスがすごくいい選手、途中で出てきてディフェンスで流れを変えてくれる選手っていうようなイメージも多少あったんですけど、まあシュートも上手ですけどね、ただ今季はとんでもない得点期待値です。キャリアハイですね、これは。キャリアハイ、すごい、キャリアハイ多い。はい、なんたってチームナンバーワン 1.31 というですね、得点期待値を持っています。はい、なのであの EFG パーセント換算すると 64% ですね。すごい、はい、すごい。シュート打てば2点か3点打てば 64% で決めてくる選手ということが言えますし、1試合平均の得点自体は 3.2 点って少ないんですけど、あのこのスリーポイントがね50何パーセントっていうところに目が行きがちではあるんですが、このね僕が注目したいのはやっぱりね、あのペイント、ペイントです。ペイントに侵入したら小野寺選手なんと 68% の決定率で決めてきます。すごい、もう全部ダンクですかっていうぐらいの決定率なんですねなので琉球というチーム、後で申し上げますけど2点をとにかく大事にするチームなので、ここのね戦略も手伝って持ち味っていうものを存分にね生かしてる今季なんじゃないかなというふうに思います。はい、流れの中でね、なんかバックドアでねこう裏をついてみたいなとかも結構見るしね、そう、どうしても注目しなければいけない選手たちっているじゃないですか、はい、シューターであったり、そうですそうです、はい、インサイドはもちろん、コー・フリッピン選手のドライブには絶対にヘルプに入らなければいけない、ね、並里選手のもうヘルプ行かなきゃいけない、ね、はい、今村選手にもヘルプに入らなきゃいけない、じゃあ裏空きますよねっていう話なんですよね、はい、なんでそこのやっぱりこのペイントアタックに対するカッティングであったりとかスペーシングっていうのも抜群にやっぱり素晴らしい選手だなというふうに僕は思ってます、はい、ちょっと流れを変えてくれる選手だなって僕はずっと思っております、はい、ありがとうございます。でもう一方ですね、違いますよ、ごめんなさい、期待させて申し訳ないです違います、違いますよ、ここの人じゃないですか。そうですね、違いますね僕の大好きなあの選手はもう僕はもう言い過ぎてしまいましたのでJCP、JCP、デレレレレレ PP、ジャックフリーポイント、はい、もう一方、ドゥエン・エバン選手、あ、まあ、今年はね、今年はちょっと違いますね、
はい、なんて言って言わずと知れた琉球のエーススコアラーですよね、うん、平均得点 17.4 点でありながら USG パーセントが 27%、 つまり、琉球の攻撃の 27% はエバンス選手のシュートなりターンオーバーなりで終わってると。とんでもない。そこでなんと EFG 57% ですよ。これはすごい。得点期待値は小野寺選手には劣るんですけど 1.24。 いや十分でしょう。十分すごい。とんでもない。素晴らしい。とんでもないでしょ。怪物くんですよ、うん、まずもう何たってオールマイティですよね。トランジション OK、うん、ポストアップ OK、 ドライブしてよし、スクリーナーとしても優秀、そしてリムプロテクトもできて、さらに髪型もすごいっていう、どれもね高い次元でもうこなしてくるね、ユーティリティプレイヤー。ミニーちゃんの時はミッキーありましたよね、可愛らしい髪型をする時もあればボンバーヘッドの時もあり、かっこいいですね、はい、うん、もうユーティリティ、髪型もユーティリティなプレイヤーだと思います、うん、個人的にはあのオンザコート3での3番起用っていうところをやっぱり隠し玉としてずっと持ってるっていう ところが本当に恐ろしい。なんでオン3できないチームは誰が止めんねやろうっていうようなところがあったりするところはあり、さらにですね、あの男らしいんですよこの選手ね、うん、なんとペリメタミッドレンジ平均して1試合1本も打ちません。おー、とにかくペイントよ、ペイントを攻め立てる、ガン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 いくってことですね、はい、そこをもうペイントしか見えてないっていうぐらいのね選手ですね。さすがにやっぱり沖縄の全電力を注入してですねアイソレーションからねペイントに突撃するっていうですねエヴァンス八島作戦っていうのがね、まあ、あまりにも有名かなと思っております。めっちゃ好きそれ、うん、はい、賢明なリスナーの方、他のメディアの話して申し訳ないですけど賢明なリスナーの方がこのねエヴァンス八島作戦ですね、この ご賛同いただけるんじゃないかと、停電してもいいよって、エヴァンス持ってってくれボールをと、今まで持ってってくれっていうね気持ちで。エヴァンスがそもそも電気で動いてるっていうのが面白いよね。そうですね、無人像ですから電源ある限りいきますから、素晴らしい選手かなと思ってますね。いや、今季は特にいいのでやっぱり躍進を支えてるところかなと思います、うん、何よりも怪我だけ心配、怪我だけ心配、それぐらいしか心配じゃないって選手だと思います、うん、はい、いかがでしょうこの2名ですね、はい、まあ躍進を支えてる選手を2人ちょっと挙げさせていただきましたけれどもね、まあ、あの他の方も皆さん素晴らしい、これねすごいんですよ、またねこれね 1.31 で続いてエヴァンス選手が続くんですね、得点期待値 1.31、1.24、 さあ第3位がアレン・ダーラム選手なんですね、 1.22 の得点期待値なんですけどこの次の得点期待値っていうところがですね、牧選手なんですよね。ちょっと田代選手が実は上回ってたりはするんですけど、ちょっとあの出場試合数がそんなに多くないというところから一旦ちょっと選外とさせていただくと、なんとジャック・クーリー選手よりも得点期待値高いんですよ。今村選手ですとかね、クーリー選手、エヴァン選手、ダーラム選手、並里選手ってところに隠れがちではあるんですけど、しっかり点は取れるよっていうところも僕はちょっと注目してますね、はい、うん、やっぱりバランスがいいですね。1超えてる選手がもうたくさんいてましてですね、もうあのロスター4人を除いて全員が1を超えてると、いやー期待値1超えてます素晴らしいバランス、やっぱり最強なんですね、うん、強いですねこれはね、はい、それもあの超えてないって言っても 0.97 とか、あ、ほぼ1なんだね、もう 0.95 とか 0.8 台の選手が、コー・フリッピー選手がちょっとね、あの3が不調だったりするのでそこだけかなっていうところだと思うんですね、はい、それ以外の選手は 0.9 とか1超えてる選手ばっかり、うん、なのでディフェンスのチームと思われがちなんですけど、オフェンスもかなり強いですね、うん、っていうところがチームスタッツ、選手の個々人のスタッツを見るだけで分かるというところですね、うん、すごい。さあ選手のご紹介いただきましたし、ご紹介させていただきましたけれども、次はスタッツです。皆さんお待ちかねのスタッツでございます。はい、はい、じゃあここは恒例のクイズでございます。琉球ゴールデンキングス今年なんで強いの、これみんな気になるやつですね、ですね、うん、どのスタッツが特に向上した、オフェンス面でまずはいきましょうか、どのスタッツが向上したのかっていうところをちょっとあのお考えいただきたいんですけど、うん、セカンドチャンスとかはねもともと多いだろうから、ね、はい、それはまあ今年特にっていうわけではないと思うんで、そうですね、ファストブレイクが割合が増えた、
おズボンさん大正解です。おーすごい、一つ目当たりました。もう一個ございます、おめでとうございます。もう一個の割合、はい、これ出てくるすごいですね、やっぱ見てますね、うん、すごい、単純に単純に、はい、元から少ないかもしれないけれど、はい、ターンオーバーが減った。え、何打ち合わせしてたの俺ら。え、これ大正解です。記事出てないよねまだね。出てないです。出てないよね。出てないですよ。出てません。はい、すごいな、素晴らしい、すごい、いやもうなんかすごすぎるから、それが絶対ターンオーバーかなって思いました、うん、なるほどね。ここが減らないとどうしても勝ち続けるのは難しいだろうっていうところですよね、うんうん、はい、はい、すごい、おっしゃる通り、すごいなんか逆に当てちゃってなんか面白くないんじゃないのかなと思って。いや全然全然全然ねえ、やっぱりしっかり見てらっしゃるなと、さすがなってところでございますと、他がわからないから、じゃあ他も全部いいから、じゃあ他に何か補填するものってなんだろうってなったら、ターンオーバーってところの発想がやっぱり、ね、まあね、素晴らしいなと思いますね、うん、いやもうすごいね、そこをしっかりやってくる琉球すごいですね、うん、一番難しいですよね、ターンオーバー減らすのって一番難しいと思いますよね。え、うん、ね、新しい選手、あれやろうこれやろう、ね、そう、新しい選手来て、そうそうそう、またケミストリーがとか言ってたら、はい、監督も変わって、うん、そうですよね、オケタンヘッドコーチ、まあ、そうだよね、うん、そうなんですよ、そこがやっぱりすごいなっていうところがあって、うん、はい、まずですね、じゃあ、詳しく解説させていただきましょう。まずスタッツ分析としましては、まず、全体的に、まあ、とにかく守備ディフェンスリーグ最高の最も硬い守備型のチームです、うん、ディフェンシブレーティングは、100です、うん、リーグで最も少ないです。このディフェンシブレーティングっていうのは、100回攻撃されたら何点取られるのかっていうのを計測した本当の失点というか本当のディフェンス能力を測る数字なんですけど、こちらが100、リーグで最も低い。さらにですね、これホームコートでのディフェンス効率は 96.5 です、はい、すごいね、とんでもないですよ、異次元ですねこれは、はい、100回攻撃されても 96.5 点しか取られません、うんうん、ということはもう100点以上取れば、ね、ディフェンス効率、オフェンシブレーティングでは100点取ればいいっていう指標があってですね、1回に1点攻撃取れてるよって、100点っていうのがラインなんですけど、それをねやっぱり軽くね超えてるんで、そこはやっぱりそこの差分、得失点差っていう部分でも現れてるのかなというふうに思います、うん、なんたってシュートが入らない相手の、はい、相手のシュートが入らない、まずは相手のシュートの決定率がリーグで2番目に低いですね、はい、でそこでさらに外せるってことは、やっぱりリバウンドをしっかり回収する、ディフェンスリバウンドの獲得率もリーグ2位です、うん、そういう守備の基本ですね、落とさせて回収するっていう基本をリーグ最高水準で実行しているチームなんじゃないかなと思っております。でオフェンス戦略としては例年のごとくですね、オフェンスリバウンド、高いオフェンスリバウンド獲得率からのセカンドチャンスポイントっていうのがリーグトップクラスに高いんですね、数字で申し上げますと、オフェンスリバウンド獲得率、最新のものをですね、21節まで、最新というか21節までのものなんですけれども、バイウィーク前ですねのものなんですが、オフェンスリバウンドの獲得率が、リーグ第2位 35.4%、うん、ここは変わらずですね、去年からリーグ第2位でございまして、うん、セカンドチャンスポイントの割合っていうところが、こちらもリーグ第2位ですね、うん、なのでここを主軸にしたの展開っていうのはヘッドコーチが変わっても変わらずというところですね。ただですね、オフェンスのねアライメントっていう部分では実は真逆と言っていいほど大きく変わってます、うん、はい、うん、まず2点の死闘割合っていうのが去年はリーグで13位だったんですけど、全部のポジションですね、フリースローになったものとシュート、これを全部合わせた中で2点って何本やったの、どれぐらい割合で打ってるのっていう数値は今、去年リーグ13位から今年はリーグ2位です。おー、はい、そして逆にスリーポイントの死闘割合っていうところですね、シュートの本数、打ったシュートの割合ですね、そこは去年がリーグ7位だったんですけど、今年は、リーグ21位です、うん、
なので大きく2点が増えて大きく3点が減ってるっていうぐらいもう真逆のオフェンス戦略を取るチームになってるんですよ。でこれだけ強い。そうか、はい、そういう数字だけどインパクト強いところでやっぱ決めてきてる3が印象が強いってことですよね。なんかそうだと思います。めっちゃなんか3入ってるイメージが強いんですごいところで、はい、いいところで絶対決めてきてるとかそういうあれなのかな、はい、だと思います。あのいいところで回ってきた時に打つっていう戦略になってるんだと思います。本当にあのここはいけるぞっていうセットで組んだものであったりとか、キックアウトいいキックアウトが来た時に打って決めるっていうことをしっかりやれてるっていうところなんだと思いますね。なのでイメージが気持ちいい3っていうイメージが多分ブースターには強いんじゃないかなと思ってます、はい、ただ打ってないです全然。そうなんだ、はい、打ってないです、意外、はい、でちょっと向上したスタッツなんですけどターンオーバーですね。8位リーグ去年8位だったんですけど今年は16位なんでいいんですね。少なくなってるん で、うん、でアシストの割合っていうのが去年とほとんど変わってないんですよ、にもかかわらずターンオーバーが下がってるっていうところはやっぱりオフボールマンのアクションとかパスコースを常に作る動きっていうのができてるのでスティールされてない、うんうんうん、はい、であとはピックをかけるタイミングとかピックを始まった場所そしてピックが終わった時のスペーシングもいいのでスティールされにくいパスが出せる、うん、逃げられる、うんうん、変な話ですね失敗しても逃げられるっていうところが成熟してきたためにこのターンオーバーっていうのが非常に下がってるんじゃないかなというふうに思います、うん、はい、これすごいですね。アシスト変わってないのにターンオーバーが下がってる。アシストやっぱりパスを回せば回すほどスティールとかされる可能性って非常に多くなってくるんで、うんうん、はい、はい、うん、一番ターンオーバーが少ないのってアイソレーションが一番やっぱり少なかったりするので、うん、そうじゃないにもかかわらずちゃんとあの、まあ、そんなにアシスト多くないんですけど去年と変わってないにもかかわらず下がってる。ここまで下がってるっていうのはチームオフェンスの成熟と言えるんでしょうか。で、先ほど申し上げました速攻の割合ですね。これ去年16位だったんですけど、うん、今年11位まで上がってます。うーん、イメージないですよねぶっちゃけ。うん、はい、うん、ただ今年はペースがゆっくりっていう風に見えるのは宇都宮と同じでオフェンスリバウンドをたくさん回収してるので1回の攻撃時間が長いっていうためにペースがゆっくりに見えてるんです。ただもうここの速攻ですよね。この速攻が増えてるっていうのが一番の、うん、あのオフェンスのその変わった2ポイントと3ポイントのアライメント以外に戦略として変わった部分なんじゃないかなというふうに思ってます、うん、はい、これはねこれは恐ろしい。後でちょっとご説明しますけどとても恐ろしいですよこれは、うん、はい、3ポイントをですね打たせずに中へ誘い込むっていうディフェンス戦略ですね。今度はディフェンスなんですけどディフェンス戦略してるんですけどこれ何がすごいかってペリメータの失点割合が高いんですよ。ということはミドルをたくさん打たせてるってことなんですね、うんうん、なので3もダメ中もダメじゃあミドルっていうもう理想的なオフェンスが展開できてるっていうところがあります、はい、でですね、あの向上ディフェンス面で向上したのは3ポイントの決定率相手のこれ、うん、去年結構高かったんですよ。 CS の準決勝かないかの動画で打たれる本数は少ないけど打たれたら決められちゃうっていう説明をしたと思うんですね3ポイント、はいはいはい、ですけど今季は打たれても決められません。うーん、はい、でこのね理想的なディフェンスもちょっとこれなんでかっていうのも後でちょっと説明したいと思います、うん、はい、しっかりスリーポイント止めてるコンテストしてるんでねっていうところになります。もう一個が相手のフリースローのポゼッションです、先ほど申し上げたように中へ誘い込みシャットアウトっていうことはファールを与える可能性っていうのが非常に高いわけですからね、うんうんうん、あのシュートファールをさせれてしまう可能性が高いんですけどこれなんと去年2位だったんです、うん、これがちょっとねディフェンスの足を引っ張ってしまったところがあったんですけどそれが今季は14位まで下がってます。めちゃめちゃ下がってますね。で相手のフリースローで得点期待値がなんだかんだ一番高いのってフリースローなんですよね、うん、はい、シュートが全部フリースローだったら全部勝てるんですよどんなチームも。それぐらい得点期待値ってやっぱり高いんですけどこれを低く抑えられてるので今年の驚異的なディフェンシブレーティングになってる大きく寄与してる数字なんじゃないかなと思います、うん、まあ、僕なりに考えたその理由なんですけど、はい、まずはあのポストアップからのワンオンワンっていうところで負けてるポジションっていうのが去年はあのストレッチビッグのキムティリ選手比較的フィジカルプレイヤーではない選手っていうのが4番にいたのでそこに例えば大きい選手がマッチアップした時って結構ダブルチームだったりとかそういうところがあったんですけど今季はまずワンオンワンで全く負けてるポジションがどこにもない、うんうん、っていうところとあとドライブされたとしてもヘルプのタイミングが非常にねいいんですよ。いい意味で遅いんです、うん
うん、早くヘルプに入っちゃうとパス出されちゃうんで、本当に最後の最後レイアップ行きますぐらいまで聞きつけて、うん、クーリー選手だったりとかエヴァン選手が飛んでくるんですね、うんうん、なのでここの駆け引きっていうところがチームとしてあのルールがしっかりしてたってところが僕はフリースロー与えてない理由なんじゃないかなっていうふうに思っています、うん、これね余談なんですけど、はい、これね沖縄のアリーナでの決定率これえぐいんですよ。あ、そうなんだ。これえぐいんですよ。これね沖縄アリーナでの決定率リーグ3位です。へー、ホームですね、決定率がリーグ3位で相手の決定率もリーグ2位なんですよね、これ。うーん、なんでホームだと絶対的な強さを誇ってます。うーん、これはね、はい、いろんな琉球神様いてますけど、龍神マブヤの加護を受けてるとしかやっぱ思えないかなと思ってますけどね。はい、マブヤ知ってる人いないんじゃないのかな。いないの。沖縄の人はみんな知ってるのかね。だと思いますけどね、はい、僕も。ちなみにあったさんがナレーションやってたんで昔。あ、マブヤの、うん、マブヤのナレーションもうあのリンク貼っておきますんでリンク貼っておきますんでぜひご覧ください。沖縄、はいはい、の人はみんな知ってると思いますけど、うん、もうそのねシーサーとかじゃない友人マブヤの家具受けてると、はい、しか言えない。知ってね、新太郎さんね、うん、結構そういうところもあって今季はやはり神がかり的な強さを持ってるんじゃないかなというふうに思います、うん、じゃあねこっからね、でも分かったと、数字の話分かったと、うんうんうん、じゃあなんでこんなに強いの、はい、オフェンスとかディフェンスどんなことやってんのっていうところをちょっとお話ししていきたいんですけど、はい、何でしたっけ、洗脳杯のね、あの準決勝の時に一つご紹介したと思うんですけど、さあそれ何だったでしょうかね、皆さんね、覚えてらっしゃいますか、お二人。なんで強いの、覚えてないな。なんだっけ、流行んない、覚えてないっていうの覚えてない、流行んない、思い出せる気がしないな、うん、本当本当にそんな早い。まず一つ目は、恐怖のリムランナー、あージャック・クーリー、確かに走る話してね、はい、でございます、うんうん、はい、まあ今季のやっぱり違うところっていうのはただ一つ、ジャック・クーリーが走ってるっていうところに帰結するんですよ。ちょっとね、あの準決勝の時の動画とか僕のサイトとかですね見ていただけるとあの詳しく書いてあるんですけど、とにかく先頭に走ったりとか、あ、そうだね、先頭で走って戻ってる小さい選手がやっぱりあの戻り早いんで、一番リバウンドに参加してない選手がヘルプで戻ってることが多いんで、その選手にゴーンゴーンとぶつかりながらこうゴーンゴーンってヘルプにあの相手のペイントに入っていくと、で入ってあげる、うん、もうこれが強いもうとにかく強い、うん、なぜなら絶対ヘルプに入らなきゃいけないから、はい、急いで走って、そういう時ってこうバックランしながらヘルプに入れないんで、こうその選手を見ながらヘルプに入らなきゃいけないね、ディフェンダーって。だから見えないんですよ他の人たちが、やっぱり見えにくくなっちゃうんです。まずクーリー選手の速攻を止めなきゃになって他の選手がバーって集まってくるんで、じゃ あのそこの隣をトレイルレーンを走ってくるエヴァン選手、ね、うん、コーナーを走ってくる牧選手、今村選手っていうところを見えないんです ね、ボールハンドラー以外の選手がちょっと見えにくくなってしまう。なのでどうしても選手が例えば前をそのディフェンダーがねクーリー選手に入れさせたくないから前を取っていったら、あの空いてるウイングの選手にパスを出してそのまま打つなり、アングルを変えてポストにポンって入れて、はいありがとうございますってシュートを決めたりとか、うんうん、でコーナーの選手がヘルプに入ったら当然コーナーキックアウトして決めるんですけど、でここまでは前回説明したんですけど、もう一個ねやっぱりこの強い動きがあるなっていうのが3円戦で見れたんですけど、はい、これすごいんですけど、これちょっとね図解で説明したいと思うんですけど、シンプルなんですよ、あの出てくる登場人物は4人しかいないんですけど、はい、もうこうですもうこうです、はい、うん、こっち側にエヴァン選手がボールを持って攻めてるとしますね、はい、でこっちクーリー選手です、そうするとどうするかというと、もうここからえいってピックかけます、うん、そうするとビッグビッグのピックなんでスイッチするんですよ、どうしても、で一旦こっちに開けるんですね、エヴァン選手でちょっと開くんですよ、そしたらこっちつくじゃないですか、そしたらクリ選手何するかというと、このままゴリ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 って押していくんです、うん、でここでクリアアウトっていう動きなんですけど、ドライブコースをここで作るんですね、そうするとエヴァン選手がありがとうございますって言ってこう入ってくるんです、はいはい、もうこの動き、もうこの2人だけで完結するこの動き、あとの選手たちはコーナーとかウィングで
しっかりキックアウトを待ってるって状態なんですけども、うん、この動き3円戦でよく見られたんですけど強ないこれと思って、いや強ない、はい、これ強いよねと思って、ね、2人で成立しちゃうのやばいですね、はい、この2人だけで成立するオフェンスっていうのがよく見られてるんで、これもおそらく戦略としてあの今回からやっていこうっていうのが見えましたね、うん、これも強かったですね。これがトランジションの話です。これはもう話したんですけど、うん、もう一個あります。いきます。はい、 AI カット、いやケータ今村の KI カットだどやー KI カットうまいこと言ったか半端ないねめっちゃ考えたんで誰か使ってください、はい、でまず AI カットって何っていう方が多いと思うんで AI カットをちょっと説明しますとね、アレン・アイバーソンという昔のとっても有名な MVP プレイヤーがいたんですね。身長がちっちゃかったんですけど得点王になったりした選手なんですけど、その選手がよく使っていたとされているカットなんですけど、ボールマンがここにいて、この選手が、まあ、どっちでもいいんですけど、このハイポストエルボー付近の2枚のスクリーンを使ってこうクククッと抜けて2枚使ってボールをもらって好き放題っていうプレー、うん、この動き、まあ、1枚だったら2枚だったりするんですけど、この動きを AI アレン・アイバーソンカットと呼ばれます。ただここのバリエーションっていうのが琉球はめちゃくちゃ多いんですね。よく見ると思います、うん、例えば基本形ですね。基本形はここにあの今村選手ですね。今村選手がこっちにいます。で牧選手がこの辺にいます。はい、今村選手このね深い位置で始まることが多いんですよ。これもちょっと怖いんですけどね、深い位置で始まって、で、牧選手がこうスーッとカットしていきます。ここのスペーシングを開けます、スペースを開けます。そしたらもう合図スタート、よーいドンです。こっからグググググググーっと使って、ここにカットして直接渡すパターンもあるんですけど、琉球の場合って多いのがここに例えば、エバン選手クーリー選手の並びなんですね絶対。なぜなら最後のスクリーナーがでっかい体を持っているクーリー選手の方が引っかかるからですね、うん、なのでここで引っ掛けていって行ってここに出すんじゃなくて一回エヴァン選手を経由するんです。はい、絶対ミドルこのハイポストに落とすんですね。そうすることによってこっからパスを受けてシュートもいけますし、こっからこういう動き、これは牧選手はもうコーナーに履けてます、うん、こういうハイローを狙えるんですよ、うんうん、これ見ませんよくこの今村選手スポーンって相手ハイローよく見ますよね。この動きっていうのが多いです。とにかくこの AI カットから始まる動きっていうのが多くて、パターンのバリエーションとしてはですね、まずこういう動きがまず1個で、ノーマルなパターンのまず動きが1個で、あとはですねこう面白かったのがここにこういてって、でこう入っていきます、こう入っていきます、はい、でここにパス出します、うん、で牧選手はいつものようにこうコーナーに切れますっていうパターン、うん、でこういって、はい、いつもの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 と思っていって、ディフェンダーはここめちゃくちゃディナイするんですね、はい、そうなってもうここに覆いかぶさるぐらいの形でディナイしてここを止めようってするんですけど、そうなるとどうするかっていうとクーリー選手のスクリーンかけてラブっていう動きなんですけどね、ラブとかインバートっていう動きなんですけど、ここにスクリーンかけるとここのディフェンダーとクーリー選手のディフェンダー2人をサンドイッチにすることができるんです、うん、そうするとこのクーリー選手がポーンって抜けると2人対応できないんですね。スイッチもできないし、うん、そこまずビッグマン見てなかったりした場合はスイッチもできないんで、ここからポーンと入ってイージー2、うん、これもよく見ます、これもよく見ます、はい、このパターンもあります。もう一個これが失敗しちゃうパターンっていうのも当然あって、じゃあ失敗したらどうするのかっていうパターンもあるんですけど、ここからまず、いつものようにですね、パス入ります。でたまにねこういう動きもしてきたりするんですよ、これは面白かったんですけどね、こうリップスクリーンをここエヴァンス選手にまずかけようとするんですね。今村選手が、今村選手がかけようとして、でそれをスリップしてこう AI カットにつなげていくと、でここで例のごとくこうパスを渡すと、うん、でこっからはいこちらに行ったりとか、ディナイがきつかったらリジェクトしていくという動き、うん、でここも止められたシーンがあったんですね。あ、はい、牧選手を忘れてました、すみません、牧選手こっちにカットしてます、うん、で、止められた、いけませんでした、僕いけませんでしたっていう時があります。今村選手がそういう時どうするかっていうと、こっちにパスです、パンってクーリー選手に渡します、うん、したらもう全速力で波里選手がここからバーンと
ハイポストでハンドオフを受けるんです。ぐわーっと攻めていきます。でここで、インサイドにいたら邪魔なんでコーナーに切れてウイングへと動きになって、で、このままいける時もあるんですけど、これがダメな時もあります。これダメな時はどうするかっていうと、この、琉球のお家芸といいますか、ここのロゴピック、ここでピックアンドロールをクーリー選手と滑里選手のコンビネーション、これは去年からずっと見られてたもんなんですけど、ずっと前から見られてたもんなんですけど、ここでピックをかけてスペースを作ってミッドレンジ、何回見たかこのプレーっていう動きに移行する、うん、なのでこの今村選手の動き一つでもうどん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 オフェンスが展開できてしまう、これがね、今季強かったなというふうに思います。去年はねこういうアクションだったんですよ、実は去年はこういうアクションが多かった、こういう今村選手がこう斜めにこうガーって入っていくような動きが多かったんですけど、そうじゃなくて今年はこういうね、はい、シンプルな AI に変わってるんですよっていうところが今季見えてくるところだと思います。このね牧選手のスタートと同時にこう見ててみてください。これここ絶対注目していただけるといいかなというふうに思います、はい、琉球のオフェンスはここを見てください。あと、はい、必死に走るジャッククーリーを見てくださいというところですね、はい、で AI カットですね、うん、KI カット誰か使っていただけないかな、KI、説明がややこしいからねこれね間違えてますよってなっちゃいますからね、AI カットを今村選手風にしたってことですよ ね、 そうちゃんとそこまで言わないとねAI カットのこと間違って言っちゃってるって思われちゃうから、ね、そう間違えてるって言われるんで、はい、うん、定着していただけないかなと思っております、はいはい、じゃあディフェンスはどうやってスリーポイントを止めてるのかっていうところをちょっとご説明すると、スリーポイントダメ絶対オフボールマンディフェンスっていうところがやっぱりありまして、うん、もうとにかくねスリーポイントを打たせないことに全力を尽くしてるなっていうのが見えるんですね。というのは、まずはローテーションそしてスイッチの部分なんですけど、大体ですねビッグマンの選手がローコーナーの選手にローテーションしなければいけないって状況がずれてしまって起きた時って、うん、そんなに振り切っていかないんですよね、やっぱりどうしても、うん、なんだったらその小さい今までマークしてたビッグマンをじゃあ誰が守るねんって話になっちゃうんで行かないんですけど、琉球は行きます、ビュンビュンに飛んできます、はい、エヴァン選手がビュンビュン飛んでいくんで、まずそこの、ローテーションの部分に全く迷いがないっていうところが大きいですね、はい、当然他の選手がウイングにエクストラパス出されても他の選手がローテーションしてローテーションして、でローテーションすると絶対穴が開くんですよ、うん、移動していってますから、トップの選手が、ウイングの選手にローテーションしましたってなった時にはもともとそのついてたトップの選手にオフェンス側がボールエクストラパスします、はいトップからスリーポイント打ってくださいねとなったら、うん、コーナーだったりの選手が必ずビヤッと一瞬ヘルプに行きます、うん、はい、うん、なのでその間にローテーションした選手が自分のマークマンの元に戻れるっていう構造を絶対作るんですね、うん、トップでオープンの選手がいたら必ず一歩ヘルプに入る、うん、で戻る、この動きっていうところをねめちゃくちゃ徹底してやってる、お見合いしてないっていうところがすごいですね、うんうん、本当だとここ2人でついちゃって、あ俺がつくの俺がつくのみたいなのになるんですけど、そうじゃなくてもう割り切ってんです、一歩止めて下がるって割り切ってるんで絶対このお見合いが起きないようになってる、ここのローテーションの動きっていうのの完成度の高さっていうところがまず一つありますと、でもう一個はまずねオフボールスクリーンにかからない基本ですけど、かからないっていうところがまずあって、必ずアンダーなりで抜けていく、別にそのなったらカールされてちょっと行かれる分には構わんと、だからアンダーでもうスリーはスクリーンにかかることだけは絶対にダメで、そうするとアンダーでとにかく抜けていってクローズアウトしていこうっていうのを徹底してるっていうのがまず一個と、あとスイッチもやっぱり多用してきますよね、ちょっとでもスクリーンにかかったら必ずスイッチします、ウイング同士であったとしても必ずオフボールスクリーンの場合ってスイッチしていって、で、他の選手がゴール下に入っていったらその選手を別の選手がスイッチしていってっていう動き、ガードとかウイングプレイヤー同士のスイッチのコミュニケーションっていうのがやっぱ素晴らしいですね。詳しい説明はちょっと僕のサイトを見ていただければと思うんですけど、琉球ディフェンスのポイントはローテーションの素晴らしさ、完成度、クローズアウトを迷わないで、オフボールスクリーンにかからない、スイッチのコミュニケーションがすごい、この4つでスリーポイントをとにかく止めてる、だから中に行かざるを得ない。じゃあ中で待ってるのは誰ですかっていうと、デーンと待ってるじゃないですか、ダーラム選手が待ってるわけじゃないですか、はいはい、
そらドライブで突破、シューターの選手がボールをもらってドライブで突破ってなかなか難しいと思います。うん、なのでそこがあのタフなショットを打たせてる。それもねクローズアウトの仕方もしっかりベースライン側に寄せるようにクローズアウトしてくるんでね、そのあたりも、うん、あの辛いコースにドライブさせてるっていう動きを演出してるんじゃないかなというふうに思っております。はい、なのでここでスリーポイント絶対打たせてない、これがあの今季の琉球の、ディフェンス効率の秘訣なんじゃないかなと思っております。うん、なるほど、すごい喋ったなおい。はい、すごい、よりなんか早くまた新しく試合見たいなって気になりましたね。はい、どうですかね、これどう思います、今季の琉球このまま行く、どう、いろんなことあったけど怪我人も抱えてますと、怪我人抱えてます、はい、この状況果たして、後半どうなっていくのかちょっと予想してみましょうよ。うん、どんな感じになってますか。まあ、まず島根とね名古屋との試合がまだ残ってるっていうのはね、またちょっとそこが一つ楽しみなところではあるかなっていうふうに思ってるけどね。うん、はい、千葉とのねリベンジマッチもありますから ね、うん、千葉ありますね。うん、今月に1回あるかな確か千葉戦が3月に、うん、もう計算し尽くされたスケジューリングというところで ね、はい、なんでまあちょっとあの龍神マブヤの加護を受けた千葉戦と同じなのかっていうところねそこがやっぱ大変あのすごいところ注目なんじゃないかなとやっぱ思いますよね。うん、調整入ると思います、 CS は硬いからこう調整してちょっとプレータイムの調整とか、あークーリー選手ちょっと休めようかとかっていうところなるかな。それもだから1位が取れるのであればね、そのホームでさ、うん、そのショットのあれがっていうのあるのであればやっぱ、ねうん、できるだけ、ね、セミファイナルまではさ、うん、ホームでやりたいだろうからさ、うん、そうなってくると1位がもう確実に取れるのであれば調整してきてもあれかなとは思うけれどもね。そうですね、うん、はい、CS 見据えてっていうところがありますよね。僕はもうちょっともうそろそろ休憩してもいいんじゃないか、もうまだ3敗しかしてませんしって僕は思って、うん、いやね怪我とか例の流行り病の関係で少し間が空いて休養という意味では取れた可能性は高いんで、確かに1ヶ月くらいで、そう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 、うん、なんであるかなと思うんですけど、やっぱりね怪我だけが本当に怖いので、うん、でもこっから連戦ですもんね、シーズン終わりにかけてどのクラブ月ねえ顔やばずっとだからね、もう練習とかできないね、水曜日もあって、うん、土日もあってずっとじゃんと思って見てた、うん移動と試合で終わっちゃうよね。ねえ、うん、ですよね、うん、バイトじゃないんやぞっていうね、週3で夜勤有勤ですとかそういうレベルちゃいますねんっていうことじゃないですか。本当そうだよ、ね、うん、いや本当にちょっと夏休みの大学生ちゃうねんからっていうぐらい感じのスパンでバイト入って試合入ってますからねバイトって言ってもだけども試合入ってますけども試合です、はいはい、バイトじゃないです、試合です、はい、試合そこ、ね、僕は本当にそこだけフルパワーの琉球をね、うん、やっぱ今季は見たいっていうのはあるかなと思いますね、うん、はい、どうしたね、やっぱ、うん、まあ、このまま CS は硬い、じゃあホーム取れるの取れないの、うん、っていうところがまあ最後の決め手になってくるかなっていうところですね、はい、硬そうだな、ここ崩すのは ね、もうブースターの場合もうえげつないと思いますんでね、硬いと思いますよ。僕ちょっと一個この琉球で注目してる数字ではないんですけど傾向があって、はい、あの3点差以内ワンポゼッションで、うん、勝利した試合数って7試合もあるんですよ、7試合ですよ、そうなんだ、1点差2点差3点差で7試合勝ってるんですよ、逆に負けはないんですよそれで、うんうん、すごい戦に持ち込んでもダメ、うんうん、なので持ってるんですよなんかね、うん、今季持ってると思うんですよこのチーム、でこのね3点差以内この前半で7戦って、うん、どえらいことになってるんで、うん、ねえ、うん、それすごいよな、信州のやつ、それは南西のうちの信州一つ一個オンタイムで見ててやばかったです最後、こう最後のね攻防があって、うん、残り3秒で岸本選手にみんなスクリーンいい感じにドライブ、なんでこっちにドライブ仕掛けてきたので、何アップなんだっけ、スクリーンでいいのかな、はい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 、アップスクリーンでこうフレアカットしたタイミングで、うんうん、こっちに引き寄せてたけどこっちの、うん、こっちうまいことなってハンマーセットだ、応援したハンマーセット、え俺さすが言うとこやった、危ないハンマーセットしてね、うん
いろいろありましたって出てきます、ここにまた。ここまで。こっちで、どこだか分かんない。そう、うん、みんなからしたら何言ってることやろ、私の脳みそで、ハンマーセット、あれがすごかったよね。ねえ、あのハンマーは美しい、今季一番美しいハンマーだったと思いますね。ハンマーって何かっていうと、逆サイドでドライブをしている反対側の選手がスクリーンを掛け合ってシューターをコーナーに、でこのシューターの動きがこう金槌を振り下ろすハンマーの動きに似てるんで、ハンマーセットっていうんですけど。ありがとうございます。出てきた、よう出てきました、はい、これもね、そうなの、そんで要所要所決めてるイメージがね、多分すごく強いと思う。あ、そうそう、そうかもしれない、はい、うん、いや、このね、勝負どころの3っていうところもね、注目ですよね、うん、あ、だからだな、そのイメージが強かったですね、うん、だと思います、うん、もうあの言わんでいいと思うんですけど、熱いコメント、うん、ね、はい、お待ちしてますね。お待ちしてます、お待ちしております、はい、はい、以上です、ありがとうございます、僕ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、ね、僕の服もちょっと大概なんですけど、渚さんのその服は何ですか、こうチカ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 してるすごい、もう琉球っぽい色にしようと思って、でもゴールドなくて黄色、何なんだそれはっていう、はい、これ迷彩、地味に迷彩なんですよ、本当だ、迷彩柄になってる、はい、渚さんの服に対してのコメントもお待ちしてます、そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、じゃ慎太郎さん、ありがとうございました、いろいろありがとうございました、はい、じゃあまた、なんかでお会いしましょう、はい、ありがとうございます、次の回で、バイ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 